はいみなさんこんにちはこんばんはココミチャンネルのショーが今日はあるマンションの物語をお送りいたしますよろしくお願いいたしますえ今日はですね実際にあったあるマンションでのまあお話をしたいと思います これは全部事実。もう、あのー、全くその通りにお話ししますので、まあ、それを踏まえてね、まあ、皆さんがどう捉えるか、どう思うのか、どういうふうにやっていくのかというね、参考にしていただければと思います。えー、まず、この登場するマンションは、まあ、100世帯、まあ、100個ですよね。100世帯の大型マンションですね。えー、と、地上ね、11階建てですね。11階建て。 でこれは場所は沖縄の沖縄市というところにあるマンションなんですよ。これはね、あの沖縄でもアンケートを取るとねあの、那覇に住みたいっていう方と、那覇じゃなければ、まあ沖縄市が住みやすいねっていう意見に分かれるんですよ。で、沖縄市はもう結構住みやすいですよ。暮らしやすいですよね。まあ、あの、土地がね、ある程度広々しているので、 ちょっと余裕があるんですよ。那覇はね、あの、ギシギししてるんですよ。<laughs> あの、那覇の都心部の方は、もうね、ぎゅうぎゅうで東京みたいな感じですよ。本当に。だけど、沖縄市の方はちょっと緩やかでね、あの、土地が広々してるところが多いので、開放感は確かにありますよね。で、物件自体の値段は那覇よりは少し安いと。うん。で、 あの、これはなぜかっていうとね、沖縄市はね、場所は良くて子育てもしやすい、あの、いいところなんですよ、すごくね。で、あのー、これちょっと安いっていうのは、やっぱりモノレールがね、まあ、モノレールのね、終点が那覇市からちょっと外れたところで止まっているので、とても沖縄市までは行ってないんですよね、行かないんですよね。かなり離れてるんですよ。だからまあ、まずあの乗り物がないと。まあ、バスはあるんですけどもね、だんだん本数減ってますし、 まあ車がないとどうすることもできないですから、那覇の方にね用があって行くっていう場合には、沖縄市に住んでると結構大変は大変なんですよ。だから沖縄市に住んでる方は、沖縄市の自分の家の周りで何か行動が完結する形でね、そこでお仕事も探して、そこで完結して終わるようにしている方がまあ多いです。那覇までねお仕事はあの車で通ってらっしゃる方も結構いるんですけれども。 まあそこで沖縄市のまあマンション、11階建ての100戸のマンションの,まああの実際にあったお話を具体的にしたいと思います。えー、まずですね、あの築年数が39年、うん、結構経ってますよね。それでね、どれぐらい前かな、ちょうど10年ぐらい前からね、揉めてるんですよ。築年数が29年の時から揉めてるんですね。 え何を揉めてるかっていうとね、そこはね、あの、全部分譲マンションなんですよ。みんな買って住んでるんですね、そこにね。で、価格が一時期暴落して落ちて、沖縄市のマンション安くなったんですよ。だからそこの中古マンションを700万ぐらいで買った人が結構いて、その方が、ま、約半分ぐらいそこに住んでるんですね。あとは元から最初から買って住んでる方は多いです。 で、あの、リフォームしたりとか、まあ、それぞれですよね。で、今から10年前、つまり、築29年の時に、管理形態がね、住んでる方々が管理をする自主管理というね、管理なんですよ。つまり、あの、管理をするのが、まあ、あ組合ですよね。が、自分たち住んでる人たちで組合を作って、交渉をああしおって決める、 形態なんですねそれでちょうど10年前に、あの、ある案件が持ち上がったんですよ。壁がね、一部ちょっとタイルが剥がれてきて、亀裂が入ってたんですよね。で、これはもう29年だしね、地区。修繕するべきあのものなのかどうなのか。ね。それを、まあ、ちょっと建築に詳しい一級建築士という人が知り合いにいるからということで、 その組合員の、まあ、友達なんでしょうね。まあ、それがやってきて、じゃあ俺が見てやるからって言って、まあ、ただでね。で、見たら、いやこれはね、修繕しなきゃいけない。29年だから、いや、そろそろ大規模修繕を考えないといけないですねって、あと少なくても5年ぐらいでは修繕しなきゃいけないですよ。大規模修繕をというふうに言われたんですよね。で、これはの修繕する義務があるんですよ。 例えばそのまんま組合がほったらかしにしてね、いや、修繕はお金がかかるからやめとこうなんて言って、修繕しなかったりすると、まあ、あちこちタイルが剥がれたり、コンクリートの壁が剥がれて落っこってきて、もし通りがかった人に当たったり、または宅急便屋さんがね、配達、あの、しに来た時に上から落っこってきて当たって大怪我させたら、これはね、管理の、あのー、状態が悪いということで、管理組合が訴えられてしまうんですね。 管理組合への責任になるわけですよ。これはあってはならないことなので、あのそのために修繕積立金というのを積み立てて、大規模修繕に踏み切るんですよね。なんだけど、そこのね、あの管理費が安くて、あのまあまあ、あの細かい数字は抜きとして、管理費が1万円ぐらいで、修繕積立金も同じ1万円なんですよね、1万円ぐらい。まあ、大体1万円としましょうね、1万1万と。 で、合計2万を払う。で、駐車場を借りてる人は5000円、月に5000円をベッ払うんですよね。で、その2万円をまあ払っていくと、車持ってない人は2万円でいいんですけれども、それで積み立てていたんだけど、29年目にして、まあ、壁がちょっと剥がれて落ちてきたと。ひびも入ってると。で、色も塗んなきゃいけないし、そのひび埋めてね、ちゃんとまあ補修しなきゃいけないだろうと。 あと屋根が、屋上がおかしいと。まあ防水のシートが貼ってあるわけですけれどもね、マンションっていうのは防水処理をしてあるんですよ。で、その防水処理がもうダメになってきてると。沖縄は、まあ天候がね、雨が降ったり、まあ、ものすごい紫外線が強かったりするので、やっぱりダメになるんですよ。早くね。だからこれも屋上もやり直さなきゃいけないと。そして見積もりをね、まあその一級建築士のところの 建築事務所で見積もりを取ったり、またそれは知り合いなので、ちょっと値段がどうかわからないから、第三者の全然知らないところの建築業者に見積もりを取ってもらったりしたんだけれども、あのその29年経った10年前でですよ、10年前で大規模修繕費がもう5000万ぐらいだったんですよね。色を塗っっ、まあ、って言ってて言 まあ壁に亀裂が入っているのを埋めて、まあ、タイルを取り替えたりとか、あと屋上をあのメンテナンスするというので、5000万円、ね。でも、それは高いか安いかって言ったら、まあ、大体あの2社に見積もりしてもらっても、まあ、大体一致して5000万円なんですよ。でそんなに、ね、高くはないんですよ。なぜかって言ったら足場、むだけで全体全足場になりますから。 足場組むだけですっごい金額かかるんですよ。数千万。だからそんなに高い値段じゃないんですよ。5 0 0 0万ってね。だけど、その時あの、結構安いなと思って、私その,あの話で相談されて、そこにちょこちょこ、あのしょうがないんで、まあ、話聞いてあげてたんですよ。で、そんなに高くないからさっさとやった方がいいって言ったら、負担を分けてみたらね、 その組合員が、まあ、全校100個から徴収している1万円の修繕積立金ってあるじゃないですか。いくらあるんですかって言ったら、1800万しかないって言うんですよ。いやいや、ちょっと待ってください。おかしいでしょって言ったんですよ。だってずっと徴収してるんでしょそしたら、おかしくないですかって言ったらね、一回ね、なんかね、駐車場を直したらしいんですよ。で駐車場を整備、整頓したら、整備したらね、 なんか、も、ま、う、あ、何千万かかかっちゃったらしいんですよ。で、それで使っちゃったんですよ、一回。でも、それって、公にあんまり言えないんですよっていうことなんですよね。で、なんでなんですかって言ったら、結局、その駐車場って、駐車場を借りてる人が、じゃあ、やればいいじゃないかってことになっちゃうじゃないですか。借りてない人もいるんですよ。車持ってない人は少ないんだけど、いるんですよ。だけど、車持ってない人も、修繕積み立て金を払っていて、 そのお金で駐車場を直しちゃったんで、そのあんまりそれについてちょっとどうのこうのって掘り下げて欲しくないって言うんですよね。で、足りないんですよ。1800万ぐらいしかない。まあ2000万ぐらいですよね。そうするとね、5000万円なんですよ、見積もりが。3000万足りない。で、これ銀行から3000万借りて、ね、もう大規模修繕に踏み切るか、まあもうちょっとごまかしごまかし言って、で、まあ、 お金が貯まってから大規模修繕にするかって言って揉めてたんですよ。でもしくは、その修繕費を、積み立て金をもう1万じゃなくて3万ぐらいにしちゃうと。で、あの3万ぐらいにして、ね、あの、積み立てを早くして、もうちょっと早くできるようにした方がいいんじゃないかとか、まあ、いろんな意見が出たんですよ。なんだけど、なんかケチな人が多くてね、お年寄りが多くて、 いや、もう、まず、修繕詰めた時を2倍3倍にするのは反対と。それは無理だと。で、まあ、無理になったんですよね。反対が多いということで。で、もっと負けさせろと。その5000枚を3000万に負けさせりゃいいんだろうっていう話なんですよね。あの、で、あと3年ぐらい見て、ね。で、長尻合わせていけばいいんじゃないかと。いうことになって、 うーんー、じゃあ、まあ、なんとか負けさせる方向で話をしていきましょう。あの、3年、4年後ですよ。ね。5年以内ね。で、あの、修繕積み立て金も今のまんまで積み立てていって、なんとかそれで生じらうんじゃないかっていうことで負けさせればね。まあ、いいですよね。もう、発想がおかしいと思うんだけど、まあ、そういうふうに決まったんですよ。本当に。それでね、あの、その後ちょこちょこ、まあ、電話いただくんだけど、もう、あんまり関わるの嫌だから、話だけ聞いてるんですけど、あのね、 もうそのまんまね、ずっと来ちゃったんですよ。10年。え、じゃあ5年でやんなかったんですかって言ったら、あの、この間話ちょっとしてね。いや、それがまた揉めてね。あの、やっぱり5000万で負けられないって言って、ダラダラ来て今なんですよ、と。えじゃあ今は大変じゃないですか。だってもっといろんなものを値上がって、その時5000万だって言ってた見積もりは、もう新しく今取ってもらったばっかりで取ったって言うんですよ。いくらになってたんですか 一億二千万になったんですよね。修繕が。一 <laughs> 億二千万 <laughs> え、ちょっと待ってください。え、で、えー、っと、修繕積めた時は一万のまんまなんでしょって言ったらそうなんだと。え、じゃあそれから一万のまんまで、で、でも、あの、計算上、貯まるんじゃないですかって言ったら、あの、修繕積めた時金をね、払わない人が出ちゃったんですよね。払ってない人が出ちゃったんですよ。で、払ってない人がいて、 あの、思うように溜まってないって言うんですよね。えー、足りないんですか全然足りないって言うんですよ。で、またなんか駐車場じゃないけど、なんかやっちゃったんじゃないんですかって言ったら、いや、実はね、この、まあ、10年間ずっと1万円ずつ徴収して貯めてればよかったんだけど、まあ、あの、組合の中から出てね、いろんな意見が出て、ね、 あの玄関周りがやっぱり出入りするときに玄関があ、玄関汚くなってきたんですよ。ボロボロになってきてね、タイルがね。玄関周りだけでもきれいにした方がいいっていう。なぜかって言ったら、売るときにね、万が一売るときに、やっぱり玄関で決まるだろうっていうことになって、玄関がきれいで、なんか、ま豪華ねっていうふうにした方がいいだろうっていうことで、なんか玄関周りをね、あの2000万前後で、 なんか綺麗にしたらしいんですよ、豪華にね。で、なんだろう、みんなが喜ぶような感じで、シーサーの,あの石のでっかい置物を2つ置いたりとかして、なんかちょっと豪華に見えるようにしたらしいんですよ、2000万ぐらいかけてね。そこでお金使っちゃったんで、2000万。だから1億2000万と言われても、10年間また貯めたんだけど、ないっていうんですよね。で、どれくらいあるんですかって言ったら、うーん、7000万ぐらいはなんとかね。 あの確保でできてているんだっ7000万、うん、いやだって5000万足りないんですよね。うん、でそれはおまけしてもらうわけにもいかないから、今、足場代だけでもすごいんでね、いやだ一応1億2000万って言われちゃってるところ、7000万しかなかったら無理でしょうって言ったら、そうなんだよ。で、そこでどういうふうにしようとしてるんですかって言ったら、修繕積立て金をやっぱり3倍にするしかないんですよ。もう絶対修繕しなきゃいけないって指導が入ってるんですよね。 市の方からも。いや、もうあの、危ないと。壁がボロボロなんですよ、本当に。だから、これはね、落ちてきて、下に落っこってきて落下したりしたら、もう責任問題なので、あの早く修繕してくださいっていうふうに、もう毎月言われてるらしいんですよ。市の方からね。だから、これはね、修繕しなきゃいけないんで、もうちょっと追いつかないんだよねって言って、3倍にしないといけない。だから、3万円にするっていうんですよねで。管理費も上げて、 管理費の中からも修繕積めた時に回せるものは、まあ、回したいということで、1万5千円管理費。で、3万円を修繕積めた時に。で、4万5千円徴収したいと。そしたらね、何が起きたかっていうとね、いや、それ決めたんです、そういうふうにしたんですよ。そしたらね、あのね、もう出ていく。あの、このマンションを売りたいっていう人が出てきちゃって、 で、今、マンションちょっと値段上がってるんですよね、全国的に。少しだけ、あの、いいところは上がってて、売れないんですよ。値段が勝手に上がってるだけで、買う人はいないんだけど、値段が上がってるんですよ。だから、あの、新しく作ったマンションとか東京の郊外でも、下がってるんですよね、逆にね。でも、あの、もう、今できたばっかりのって、強気だから、値段が上がってたりするんですよ。で、中古も、なるべく高く売りたいっていうことで値段上がってるんだけど、買う人はいないんですよ。 だどんどんこれから多分下がっていくんだけど、まあ、とりあえず今上がってはいるんですよね。で、その中で、まあ、700万前後で買った人がいるって言ったじゃないですか、10年ぐらい前に。で、それを1300万から1500万円で売りに出してるんですよ。結構何世帯も。倍ですよ。え、なんでそんな1500万で売りに出してるんですかって言ったら、やっぱり内装にお金かけてリフォームをしたばっかりとかいう人が結構いて、 だけどもう4万も払えない、払いたくないと、修繕積てみたとに含めてね。だからもう1500万円で売って、賃貸にもう引っ越しちゃいたいと、ちっちゃくなってもいいからね。で、その1500万円と、まあ、4万円払うんだったら、賃貸で5万ぐらいのとこ今あるからね、沖縄市で借りて、まあ、そこに引っ越した方が、まあ、これから先考えたら楽なんじゃないかって言って、もう売りたい人が続出しちゃってるってうんですよ。 で、これ出て行きたい、出て行きたいと。出て行きたい、出て行くんだから、修繕積立金は当然払わないとか言って、払わない人すごい激増してて、もう組合はね、崩壊なんですよ。崩壊してるんですよ。修繕積立金はもう集まらないし、20個ぐらい、20世帯ぐらいがもう修繕積立金の管理費の支払い拒否してるんですよ。もうそんなのあげたらおかしいと勝手にね。で、もうもう売りたいって言ってるんですよ。20世帯ぐらいんですよ。 もうパニックですよね、そのマンション。100世帯もあるのにね。うん、だからね、もうめちゃくちゃなんですよ。で、修繕はできない状態。で、修繕できなくて、今39年で、もう本来だったら本当しなきゃいけないですよね、大規模修繕をね。もう40年になりますから。でも、できてないし、やらないんですよ。で、あちこち壁が剥がれたまんまなんですよね。崩れてきてるんですよ。ひびも入ったまんま、まあ。よくないですよね。で、エレベーターも壊れる寸前なんですよ。 エレベーター壊れて取り替えるだけでもものすごいお金なんですよ、今ね。まあ、ものによっては本当5000万ぐらいかかりますから、エレベーターね。まあ、安くても2 3000万かかりますよ。全部、あの、撤去して取り替える場合はね、上の機械からね。だからそれもあったりなんかして、大変揉めてるんですよ。まあ、恐ろしい話ですよね。じゃその1300万から1500万円を、ね、あの、売り出し価格に設定している世帯で、 売れているかって言ったら、まだ一つも売れてないんですよ。だって700万円で買ったマンションが、1500万円で売って、もともと住んでた人は知ってるんでね。だいたいあそこいくらぐらいだよってね、地元の人は。まあ、地元の人はまず買わない。だから、東京とかね、あのー、も、ま、う、あ、大阪とか名古屋から沖縄に移住したいね、南の国はいいね、なんていう人が、まあ、不動産屋さんから紹介されてね、 いや、いいマンションが1300万とかで売りに出されてるんですよって言ったら、それはわかんないですよね。東京とかの都会の方の1300万って安いですから、え、だったら買えるねとか言って買う人いると思うんですよ。ただね、なんかね、作りにね、あの、欠陥があってね、えっ、ー、と、二つね、大きい欠陥があるんですよ。一つ目はね、大雨が降ると、どうやくかすぐにね、ベランダに水がね、溜まって、 池のようになってしまうんですよね、全世帯。排水がどうやらね、排水の口が小さすぎるみたいなんですよ。排水が悪いんですよね。だからどっかでちょっと突っかえると、全部の,あのベランダが詰まっちゃうんですよね。水が溢れ返ってきちゃう、逆流しちゃうんですよ。それが一つ欠点なんですよね。だから、あの、大雨が降った日は、とてもじゃないけど、冊子のね、ベランダに通ずる冊子を開けらんないんですよ。水が溜まっているんで、それを開けると、 家の中に水が流れ込んできてしまう <laughs>。だから水が、あの、排水されるまで待たなきゃいけないんですよね。まあ大雨だから開けない、まあ開けることはないみたいなんだけど、まあ非常に嫌な感じがすると。まあ確かにね、住んでてね。それが一つなんですよ。で、もう一つが、それを私が見に行って指摘したんですけど、全部のマンションの部屋の、そのまた冊子に問題があるんですけど、冊子の下がね、あの、 なんだろうやっぱりなんか設計とか設備のミスなんでしょうね。高いんですよ。なんかね、レールが上がってて、そこにね、ベランダに出るときに必ず足がぶつかるか引っかかるんですよ。嫌な感じで。痛いんですよで。私、あの、そこを見せてもらって、あれ、いいですかちょっと中見てって言って、で、そこの、 ま結局、どれぐらいね、本当に何千万とかね、1億2000万とかかかるよって言われて、本当にこのマンションそんなにね、あの修繕するのにかかるのかって見てほしいって言って、まあ、見に行ったんですよね。まあ、建築の知識は私、あの建築であの若い時働いてたんで。で、じゃあちょっとベランダとか見て、あのベランダからちょっとあの覗いていいですかね、上とか下とかって言って、その会長さんっていうのかな、その組合のね。 会長さんが、じゃあ、うち見ていいよって言って、ベランダ、あの出ていいからって言って、あ、じゃあお邪魔しますって言って、見せてもらうときに、ベランダに通じて外に出る冊子を開けて出ようとしたら、吐き出しのね、足が引っかかったんですよ。で、段があって、転びそうになったんですよね。もう段がすっごいんですよ、段差が。そのベランダの外の方が低いんです、ものすごく。で、思,い思った想像以上に低いので、 あの、そこで足がつくかなと思うとこでつかないんですよ。そうすると人間ってあー,あーってなるじゃないですか。で、足がつく。嫌な感じなんですよ。で、これ会長さん、これ転んだことないですかここでって言ったら、何回もあるんだよって言うんですよ。これ、これ作りおかしいですよねって言ったら、おかしいんだよ。これ危ないんだよ、すごいって。すっごい気をつけて降りてるんだよ。いやー、これあれですね。なんか一段上げた、なんかここに木のね、台とか置いた方がいいですよって言ったんですよ。 ああ、なるほど。そうか、気がつかなかったな。そうだと、なんか、折りやすいねって、うん。絶対危ないですよ。置いた方がいいですって言って。うん、じゃあ今度からそうしようかな、なんて言ってね。まあ、安く売ってたり、まあ、自分で作ったりもできるんでね。まあ、これ置かないと危ないですね、なんて話をして。それでも冊子の下が出てるんで引っかかるんですよ。それでも。危ないの。いやー、これあんまり作り良くないなと思いながら、まあしょうがない。そんなこと言ってもね、かわいそうだから。 で、まあ、周り見て、まあ、亀裂も入っててね、クラックもすごくて、いややっぱり業者ね、これね、あの、当時の5000万って言うんですね、安い方だと思いますって言ったんですよ。この大きさのマンションで足場を組んでね、5000万だったら安いですって。で、今すぐやった方がいいですよって言ったんだけど、お金がなかったんですね。駐車場直しちゃったんでね。 まあ大変。今1億2000万に上がっちゃって5000万がね。まあそれはあの10年経ってるから余計傷んでるってのはあるんですよ。当然ね。うん。だからあの玄関の下のところのなんか土台もなんかちょっと削れてきたり割れちゃったりしてるのもまあそういうのも周りもね全部直さなきゃいけないっていうのもあるんですよ。だから直すところが増えちゃったっていうのもありますよね。まあだけどまあ値段上がってますからね。足場代とかね。まあもう1億2000万かかると言われてまあしょうがないですね。 それでも東京の都心のマンションの補修より修繕するより安いと思うんですよ。1億2000万でもね。まあ仕方ないですね。払ってやるしかない。だけどそれに反対して、もうやだ、そんな高かったら出ていくって言って、支払い拒否と、まあ、あの、もう売り出して出ていくって言ってる人が増えて、 崩壊寸前ということで、もう頭を抱えてましたけど、いや、もうどうしようもないですよね。だけど、そんななっちゃったらね。だけど、そういう問題が今紛失してます。その沖縄市の一つだけじゃなくて、話聞いたらね、ちょうど建築屋が来てたんですよね。私、この間行った時にね。で、建築屋さんと二人きりになった時があって、沖縄どうなんですかこういう問題出てるんですかってじゃあ、もうね。 すごいんだよって言う。もうやんなっちゃうよって言って。負けろ負けろって言われるしね。そんなに負けられるわけないじゃないって言ってましたけど。事前事業じゃないんだからってね。こっちも大変なんだよ。ほんと仕入れが今高くてって言ってましたよ。足場代とかね、あの法が改正されてね、うるさくなって足場はね、もっとね、がっちりかけなきゃいけないようになったんですよ。法律が変わってね。 だから安全対策のためっていうことで、まあ、それは仕方ないですけども、だからね、足場もね、余計お金かかるんですよ、ものすごい。だから、そんなに負けろ負けろって言っても、本当に負けらんないんですよね、なかなかきつい。まあ、その中でね、マンションの売り買いっていうのが激しく行われていて、だから、これ結論から言ったらね、何が言いたいかって言ったら、今、マンション買おうとしていてね、築40年前後のマンション、狙い目だとか言って、煽ってね、 まあいろんなところで安いんですよと。この40年、50年っていうのはいいんですよと。まだまだマンション行けますから。嘘ですよ。そんなにマンションね、持たない。そんな100年も200年も持つわけないじゃないですか。ね、よく誰、誰だっけ、誰が考えたってわかるでしょね。もう寿命が来ちゃうの。下手したら。そうするとね、それって解体費用は済んでる人持ちで、あの、自己所有のところはね、まあ借地でも、 上の建物はさらちにしなきゃいけないから、どっちにしても解体費用っていうのを、あの、住んでる人で分担してね、解体費用を出して解体しなきゃいけないんですよ。これが高い、今。もうすっごい値段上がってる。びっくりするほど。だからその解体費用前、あの、1世帯で2、300万出せば解体できたんだけど、今できないですよ。本当に。もっと上がってる。だからそれ考えるとね、 そんな40年も50年も経ったもので、大規模修繕もしてないような物件、大規模修繕して、すぐ解体とかなったら、もう目も当たらないですよ、本当に。だから、手を出さない方がいいですよ。もういいことは何もない。本当に。40年、50年のマンションを買ってもね、確かに安いの。リフォームをしてあって、これは解読ですよとか言われちゃうんですよ。いやいや、解読のような気がするだけですよ。 よく考えてくださいね。今日の話をね。本当に解読なのかどうなのかね。もう全く解読じゃないですよ。解読どころか、めんどくさいことに巻き込まれて、お金がどんどん出ていく一方になります。とんでもないことになっちゃうので、絶対それはね、手を出さない方がいいですよ。巻き込まれますよ。まあ、あの、巻き込まれたい人はしょうがないですよね。自分から、いや、俺なんかそういうのが好きで巻き込まれたいんだよって人いるでしょ、世の中にいない。 いるよね。だからそういう人は、まあ、あの、止めませんよ。止めないけれども、なんかね、あ、40年、50年って穴場なんだ。わ、安いんだ。うわ、すごいじゃん。あの、修繕積み立て金もそんな高くないね。あ、じゃあここ、いいんじゃないのって、それはね、やめた方がいいですよ。自分が瞬間的にそう思ってるだけで、実際具体的に動いてね、そのマンションを買って住んでみたらわかります。今のようなことが起きます。またはもう起きてるかもしれない。 だってそういう組合が開かれて月に1回しか開かれないからね。そんな事情知らないじゃないですか、みんな。そんな事情言わないもんね。そんな事情言ったら売れないでしょ。絶対買わないじゃないですか。今、組合で揉めててね、修繕店座的に3倍にするって言っててね、全然足りなくてね、あの、修繕場作っちゃってね、新しく。いや、もうね、全然ダメなんですよ。って言う言わないね、不動産屋はね。不動産屋さんは、いや、いり物件ですよ。穴場でいいですよ。これはもう、本当あのー、 宝物を発見したような感じですよ、とか言うんですよ。いやそうか、やったラッキーだと思うんですよね。ラッキーでも何でもないですよ。落とし穴にはまってしまいます。手を出してはいけない物件ですよね。でも手を出す人が後を絶たないんです今。びっくりしますよね。知らないって怖いですよ。なんかすごい得した気分になって、早く噛まなくちゃっていう人も出てきちゃってるんですよ。 人間知らないっていうのは恐ろしいことだと思います。知らないっていうのはもうびっくりすることが突然起きてしまうということなんですよ。ねえ、知ってたら絶対手出さない。私絶対手出さないですよ。恐ろしいじゃないですか。<laughs> 怖いですよね。いやー、だって毎日住んでるところがね、そんな何か案件が勃発したら、 安心して住んでられないですよ、本当に。安心して暮らせないでしょためい気出ちゃいますよ、はあ、とか言ってね。ああ、それだったら賃貸にしてね、賃貸だったら嫌だったら引っ越せらいいんだから賃貸で暮らしたらよかったな、なんてなっちゃいますよね。恐ろしい話ですよ。いろいろありますよ、人間ね。ね。何でもかんでもね、いいことが突然ね、見つかっていいことだらけっていうことはないので、 いい話があったら、いや、ちょっと待ってよ。な、なんかおかしいんじゃないのかって、ちょっと立ち止まって、いろいろ調べてから行動に移した方がいいですよ。判断早すぎると、ろくなことないですよ。判断は早くなきゃいけないんだけど、材料がない中での判断の早さはダメですね。アウト。材料がいっぱい揃って、もう調べるだけ調べて、わかり尽くして、よし、これだと思ったら判断早くていいんですよ。ちゃんと材料集めないといけないですよね。情報を集めて、 判断を的確にということですね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。